おはようございます。今日のお天気をお伝えします。まずは皆さんからいただきましたウェザーリポートをご紹介していきます。こちらは三重県四日市市からいただいたリポートです。青空が広がっていて太陽もしっかりと見ることができています。この後もいいお天気続いていきそうですね。気温もぐんぐんと上がっていきそうです。それでは全国のお天気アイコンで見ていきましょう。今日は東日本、西日本と晴れるところが多くなっています。気温も30度を超えるエリアが多くありますので、熱中症対策など万全に行ってください。そして北のエリア、北日本では低気圧の影響で雲が広がりやすいお天気となっています。北海道、そして東北の日本海側、新潟あたりまでは雲が広がり雨が降るというようなお天気となっていきますので、お出かけの際には折りたたみ傘お持ちください。そして北海道も道東のエリアでは少し肌寒いような体感にもなっていきます。服装でうまく調節をしましょう。また晴れている関東、そして中国エリアの山沿い、九州も山沿いでは午後以降ににわか雨、雷雨の恐れがあります。お天気の急変にご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も素敵な休日をお過ごしください。いってらっしゃい。